皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回の動画は、左手の指を10倍強にする方法ということで、左手の基礎トレーニングといいますか、基礎練習みたいなのを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。もっとこう、左手の指を思い通りに動かしたいぜとか、なんかこう、左手の指の動きをもっとこう、独立させたりとか、分離させたりしたいぜという方に対して最適な練習でございます。まあ、なんて言うんでしょう。この平たく言うと、この左手の器用さそのものっていうんですかね。この左手の器用さそのものをレベルアップしていこうじゃねえかという趣旨です。結構ね、内容がシンプルなので、その日々の練習に取り入れやすいかと思うんですよ。まあ皆さん、普段毎日毎日ギター練習していると思うんですけど、その練習の中に、まあ取り入れやすい内容かなと思いますので、ぜひ覚えていただいて、一緒に練習していただいて、チャレンジしていきましょうということです。やったー、やったら、やったー、やったるぜ、おやー、そんな感じです。頑張りましょう。それでは早速、ギターを用意していただいて、チューニングをして、ピックを持って準備をしてください。準備ができるまでは一時停止をして、準備をしてくださいませ。準備ができたら再開をしてみてくださいませ。シールドでアンプにつなぐ、つながないは任せます。どっちもいいです。で、ギターはアコギでもエレキでもどっちもいいです。もうその辺は何でもいいです、何でもいいです。とりあえず、まあ、ギターを用意して、チューニングして、ピックを用意してくださいませ。それでは、準備ができたとして一緒にやっていきましょう。まず、準備ポジションを作ります。準備ポジション。どんなポジションかと言いますと、左手で、人差し指、中指、薬指、小指の4本の指を3弦の2、3、4、5フレットに置いてください。こんな感じです。左手の人差し指、中指、薬指、小指の4本の指をそれぞれ2、3、4、5フレットに軽く触れた状態を作ってほしいんです。これが準備ポジション。強くギュッと握っちゃったりとか、その指からそれぞれ離れちゃったりとか、違う弦を押さえちゃったりとかせずに、3弦の2、3、4、5をフレットにこう綺麗に並べてください。この軽く触れた状態。これが準備ポジションです。小学生の方とか、中学生の方とか、女性の方とか、ちょっとこう手の大きさに自信がないぜという方は、2、3、4、5、ちょっと難しいかもしれないので、ちょっとこれ厳しいぞとなりましたら、こっち側にプッとずらして、5、6、7、8ポジションでも OK です。この準備ポジションでも OK とします。とりあえずこの準備ポジションを作ってください。そもそもこの2、3、4、5、5、6、7、8がちょっとずれんだけどという方は、ちょっとフォームに問題があると思うんですが、ちょっと後でまとめてお話しさせていただきますので、しばらく頑張ってみてください。とりあえず準備ポジションができましたら、次が本番です。それぞれの指を順番に動かしていきます。まず、人差し指選手から登場です。人差し指選手、行くぜ！バーン！バーン！バーン！頑張るぜ！おー！何をやるかっていうと、6弦の2フレットを押さえて、まずブンと弾きます。ブン。で、次5弦。ブン。その次4弦。で、5弦に戻って、6弦に行ってと。これを繰り返していきます。ブン、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 ブンと。こんな感じです。で、これがなんとなくできてきたら、中指に行きたいところなんですが、注意点として、この残ってる指、に気をつけてください。さっきその準備ポジションの時にそのギュッと握ったり離れたりせずに軽く触っている状態が準備ポジションですよなんていう話をさせていただきましたが、この準備ポジションを守ってほしいんです。人差し指がこっち側でそのウニ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 動いている時にこっちの指がこうバーンと浮いちゃったりとかギュッと握っちゃったりとかせずに準備ポジションの時に軽く触れた状態、これを作ったならばこの軽く触れた状態をキープしたまま人差し指を動かしてほしいんですよ。速さはあんまり重要じゃないです。確実に行うことが重要です。で、この人差し指が動かすこと、人差し指を動かすことはそんなに重要じゃないです。どっちかっていうと、こっちの指を動かさないことの方が重要です。動かすことよりもこっちの動かさないことの方が重要です。これができる上での速さで、チャレンジしてみてくださいませ。やたらめたら、速くすればいいと思うんじゃないです。このちゃんとこの動きを守りつつ、繰り返すことがとてつもなく重要です。で、これができたら次は、人差し指選手がまた準備ポジションに戻りまして、中指が頑張ります。行くぜ中指選手うおー頑張るぜ!6弦の3フレット、5弦の3フレット、4弦の3フレット。で、また同じように繰り返していきます。で、次は薬指です。何度も言うようですけども、動かすことよりも動かさないことの方が大事です。この辺からちょっと難しくなってくると思うので、慎重にゆっくり、一つ確実にやってみてくださいませ。あまり速くしなくていいです。で、最後、小指。で、
で、この時にそもそもの小指が6弦に届かないんだけどという方は少なからずいらっしゃると思うんですが、これもちょっと後でまとめてお話をします。小指で6弦、5弦、4弦で、またこう順番に繰り返すと。平たく言うと、以上で終わりでございます。人差し指から順番にブン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 。あ、こんな速くなくていいですよ。ゆっくりでいいです。こんな感じです。まあ、僕がすごいこの軽々やってるからね、ああ、簡単そうじゃんって思ったかもしれないですけども、意外とやってみると、む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 ずってなったかと思います。人差し指、中指はね、まだいいんですけれども、この小指、薬指がね、やっぱね、なかなか癖者だと思うんですよ。でもそのね、今できなくてもね、これからできるようになるので、楽しみにしてくださいませ。このできないシチュエーションとか、このできない気持ちをこう楽しんでほしいわけなんですよ。なんでかっていうと、今、何月何日かわかんないですけれども、今日チャレンジしてみてできなかったとするじゃないですか。で、このできなかったからスタートして、こう、毎日毎日続けていくと、なんかしないですけども、できるようになっちゃうんですよ。なんか1週間、2週間、2ヶ月、1ヶ月とかね、バーッと続けていると気がつくといつの間にかできるようになったりとかしてるんです。そのプロセスをぜひ楽しんでほしいです。なので、その気持ちとしては、できなかったら、よっしゃー、できねーって喜んでいただきたいなと。できないイコール、これからできるようになるっていう楽しみが得られるわけなんですよ。これはすごい楽しいことだぜ。できないで、そこでその終わるんじゃなくて、これからできることをこのね、ワクワクしながらこう続けてみてほしいわけなんです。なんで、できなかったからといって、しょんぼりしないでくださいませ。これからですよ、これからです。そこも楽しみながら、練習を続けていきましょう。それでは、それでは、ちょっとさっきそのフォームの話、うんたらかんたらがあったので、ちょっとその話をさせていただきます。まず、そもそもこの2、3、4、5フレット、5、6、7、8フレットにその指を置くことが困難だぜという方、このこういう方はですね、基本的にこのギターの構え方にちょっと難がある場合がほとんどかと思います。僕の体がこっち側に正面向いています。正面向いています。で、この正面に対して、このギターが体と平行になってしまっているパターンがすごく多いと思うんです。どうでしょう。体とギターが平行になってしまうと何が悪いかっていうと、ここの運指をするために肘を引っ込めなければいけなくなってしまうので、手首にめっちゃ負担がかかるんですよ。イメージとして、このネックに対してこう手首をこうバーンとまっすぐ持っていくんじゃなくて、こう斜めに持っていきたいんです。ネックに対して手首をこうボーンとまっすぐ持っていくんじゃなくて、この状態だと指ってめっちゃ広がらないんで、すげえ広がらないんで、こうできるだけ斜めにしたいんです。で、そのためにさあどうしたらいいかというと、平行に構えるのではなくて、体に対して45度にギターを開いてほしいんです。こんなイメージ。45度って限定しなくても、45度以上でも別に構いません。どのぐらいでも構わないんで、とりあえず45度ぐらいを目安にやってみてくださいませ。そうすると、体とネックのここの間にこの空間、余裕ができますよね。で、この空間ができるイコール、その手首に負担かからない位置で、そのネックにこの指を持っていくことができるんですよ。これだと手首引っ込めなきゃいけないから、肘引っ込めなきゃいけないから、手首にめっちゃ負担かかる。けど、斜めにしてこう前に出すことによって、手首に負担のかからない位置で、その押さえることができるんです。で、親指を上から覗いたりとか、下に行き過ぎたりとか、握ったりとかせずに、真ん中に軽く添えるようにして押さえてあげると。そうすると、この2、3、4、5フレットって軽く、簡単に実現できると思うんですけども、どうでしょうか。あんまりこうね、肩つり上がったりとか、肘を引っ込めたりとかせずに、楽に、もうボンと。目の前に手を出して、2、3、4、5に指を伸ばすという感じでイメージをやっていただくと、良いかと思います。こんな感じで体を開くという動作をやってみてくださいませ。次、小指がそもそも6弦に届かないんだけどという方、少なからずいらっしゃるかと思います。これも指の使い方です。指の使い方。このそれぞれの指の長さをこの見比べてみると、当たり前ですけど、小指って一番短いんですよ。で、この小指が短いけれども、その6弦に到達しなきゃいけないということは、このそれぞれの指よりも上の位置、このそれぞれその3弦にあるところよりも上の位置に小指を持っていかなきゃいけないということなので、これを実現するためには、さあどうしたらいいかというと、こっちの3本の指を曲げなきゃいけないわけなんですよ。わかります？この3本の指はこの3弦にありますと。3弦にあります。で、3弦よりももちろん6弦は、ね、上の位置にあるので、小指を伸ばして6弦を押さえると。こうじゃなくて、小指よりもそのね、この3本の指がバーンってこうね、まっすぐ伸びちゃったら、絶対小指って6弦届かないじゃないですか。これは NG なんです。ちょっとギターでやってみましょう。良い例としてはこんな感じ。3弦に残っているこの3本の指が曲がってます。曲がってます。曲がってます。で、小指がピンと伸びて6弦に到達すると。これが良い例。悪い例としては、この3本の指がこうブーンって伸びちゃう形です。これ。物理的にもう無理ですよね。ダルシムにならない限り、その小指がビョーンって伸びない限り、ダルシム指伸びるっけ？伸びないよな。じゃあダルシムでも無理ですね。小指が伸びないんで、ダルシムでもこれは実現不可能と。
それぞれの指の3本、この3本の指がこう伸びきっている状態だと絶対届かないので、この指をこう曲げて曲げて曲げて、極限に小指を到達させてあげる。こんなイメージで運指をすると、すごくやりやすくなるかなと思います。そんなイメージでちょっと練習をしてみてくださいませ。そんな感じです。でもし、もっとこう、ね、ストイックにこう突き詰めていきたいぜという方がいらっしゃいましたら、メトロノームと合わせる練習とかもやってみると効果的かと思います。例えば、90で鳴らしてみます。よし、練習するぞ、頑張るぞ、今日もやるぞ、準備ポジション OK だ、よし、トライするぜ、一足指頑張るぜ、スタイ。よし、できた。よし、できた。よし、できた。こんな感じ。それぞれの指に対してそのできるテンポって違ったりとかすると思うので、その辺は、ね、その別々でこうメモしたりとかすると面白いかなと思います。今日できたテンポ、今日できなかったテンポとかをメモしたりとかして、また、ね、明日、もしくは1週間後とかまた練習したりとかすると、どんどんテンポが上がっていくので、このテンポ この変化とかも楽しんでいただくと良いかと思います。ただし、本当に何度も言いますけれども、自分ができる速さ、できている感覚がちゃんとつかめている速さのテンポでやってみてほしいということです。やみくもに速くすればいいというものじゃないです。動かすことよりも動かさないことの方が大事なので、ここがちゃんとできている状態、キープできている状態で速くしていただくと良いかなと思います。やみくもに速くしちゃダメですよ。で、肩に力入ったりとか、ね、指に力入ったり、手首に負担かかったりとかすると、単純にその練習しているときに疲れちゃうので、すごい疲れちゃうので、もういかに楽に、もうふわっとして練習するかということが大事です。もうすげえもう楽に、もうふわっとして、もうね、もうヘロヘロな状態で、もう超リラックスした状態で練習をしてみてほしいんです。気合い入れちゃダメです。気合い入れちゃダメです。そんな状態をキープしながら、意識しながら練習していただくと、だんだん指が器用になってきて、だんだんギターがもっと面白くなってくるかなと思いますので、ぜひチャレンジをしてみてくださいませ。そんな感じの練習方法でございました。特にあと言うことはねえということでございます。これからは無理せずにギターの練習を頑張ってくださいませ。これからも楽しんでいきましょう。わほいということでございます。他に何か言うことあったっけかな？大丈夫かな？多分大丈夫です。それでは何かご質問等ありましたら、お気軽にコメントの方を残してみてくださいませ。それでは違う動画でまたお会いしましょう。さようなら、ははーい。